共産党候補は汚染水と連呼。立憲民主党枝野代表は処理水の放出は一旦ストップと明言。でも他に解決策はあるのか。枝野さん、それは沖縄基地問題で一度失敗した道ではないでしょうか。チャッチャララランチャランチャーン、チャッチャララランチャランチャーン。はい、というこんばんは、参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録やコメント、いいねボタンでの応援をよろしくお願いします。10月の20日にこちら収録しております。選挙戦の2日目を迎えました。今夜11時になりました。いやいやいや、なかなか夜8時まで全力で活動した後ですね、まあ、いろんな準備で、議員会館戻ってくるんですけども、さすがに喉もだんだんやられてきましたし、体力的にもちょっと2日目で、なんかいろんなピークを迎えてるんですけど、しかしですね、あと10日ありますんで、明日も頑張ってやっていきたいと思います。今日はですね、この朝日新聞の記事が出ておりましたので、この点を少しコメントさせていただきたいと思ってます。処理水放出、政権取れば一旦ストップ、立憲枝野代表ということで、2時間前かな、出たばかりのニュースですね。立憲民主党の枝野代表が、まあ、街頭演説の時にですね、今日はこれ福島県で演説をしに行ったわけですけども、この何度もこの YouTube やブログで取り上げてますけども、まあ、福島第一原発の中にはですね、まあ、タンクの中に原発のね、いろんな冷却に使った水が溜まり続けていて、でこれ海洋放出できないということで、ものすごい量が溜まってるわけですね。まあ、現実的にはもうこれ海洋放出をするしかないわけですので、しっかりアルプス処理というですね、ちゃんと科学的な処理を施して、科学的には無害だというところまでやってですね、処理水にして、まあ、海に流すと、まあ、いうことで、まあ、ずっとこの先送り決定を先送りにしてね、タンクに、この積んできた、溜めてきた水を、放出するということを菅前内閣総理大臣がようやく決断をして、まあ、岸田総理も、まあ、これは継続すると、この、菅総理が決めた海洋放出の路線を継続するということでありますので、まあ、これ遅きに失したとはいえですね、まあ、放出という判断をしたことは、私は是としたいと思いますし、風評被害をなくすためにですね、例えば他の自治体でも少しずつこの処理水の放出を受け入れるとか、まあ、そうした建設的な対案を出してですね、さらに改善案を出して、日本維新の会はこの福島の原発の問題、処理水の問題を、まず海洋放出で一つクリアにして、その次にですね、じゃあ廃炉はどうするのか、今の土とかですね、放射性廃棄物はどこに持っていくのかと、こういうステップにね、次のステップに行かなければいけないと、我々日本維新の会は思っています。まあ、そうした中でですね、まあ、この選挙戦中、これもまあ争点の一つですね、福島の中のですね、共産党の候補たちは、もうずっとですね、もう続々とですね、この処理水を汚染水と呼んで、あたかもこの危険なものをですね、貯蔵していて、危険なものを海に流すかのような風評被害を広め続けていると。まあ、彼らはもう何でも反対ですから、この水も処理水も海洋放出することは反対なわけですよね。それは懸念を持つ方は、ゼロにはなかなかね、残念ながら現実問題にならないし、それは漁業の方とか、ダイレクトにですね、それに関わる方から言えば、こんな不安なことはやめてくれと、流さないで済むもんなら流さないでほしいというのは、それはもう気持ちとしては理解できるし、それはそう思われるのは当然だと思います。ただですね、他に解決策がない以上、風評被害が起きないように、できる限りの対策を講じて、これは最後はやっぱり海洋放出するしかないわけですよね。だからこそ、こう何年も有識者会議も開いてですね、県民の声聞いてないって言いますけど、まあいろんな形で私は、まあ、十分かどうかっていろんな議論もあると思いますし、もっと他のね、もっとやり方はあると思いますし、これからもやるべきことはあると思いますけども、ただこう、何もしてなかったわけではない。ちゃんと有識者会議でも専門家たちの話を聞いて、福島の方々もね、もう海洋放出してほしいという声だって、もうたくさんあるわけですよ。別に福島の方の 99% がね、海洋放出ダメだと言ってるのはともかく、逆に福島県民の方でも、このタンクにいつまでも水が溜まって、汚染されてる水を溜めてるかのような、このイメージがやっぱ風評被害を呼ぶんだと。だからあれは早くなくしてほしい。もう海洋放出を一回やって、ちょっと待って、一時期は騒ぎになるかもしれないけども、でもそれで決着をつけて次のステップに進みたいと思ってる福島県民の方も、たくさんいるわけですよ。まあそうした中でですね、かたくなにこの処理をした安全な水を汚染水と呼ぶ共産党のこの考え方は、私は福島県民をむしろ福島県民を傷つけるものだと思いますし、全く肯定することはできません。まあ、そうした中でこうした共産党とですね、もう閣外協力をすると発言をしている立憲民主党の枝野代表も、まあまた言っちゃいましたね。一旦ストップと、なんかね、こういうのどっかで聞いたことありますよ。悪夢の民主党政権の時にですね、沖縄の基地問題をですね、まあ、一旦ストップをして、そして最低でも県外と言ってですね、まあ、選挙で勝ったわけですよね、彼らは。で、実際政権取ったと。でもこれやっぱり、ね、同じことの二の舞だと思いますよ。このじゃあ処理水を一旦ストップして、じゃあ彼らはこういうわけですよ。枝野さんはこの新聞記事によると、政権を託していただければ必ずこれを一旦ストップさせて、もう一回一から地域の皆さん、水産業の皆さんに現状について説明して、どうしましょうかとプロセスを踏んでいきたいというわけですけども、
聞こえはいいですよ。その1、0に、まあ1に戻してね、みんなと話し合って決めていくっていうのは、なんかすごくね、あるべき姿な感じしますけども、まあ今申し上げてきたように、話し合いするというプロセスが全くゼロだったわけではないですし、要は話し合いしてもこれ解決する問題じゃ、残念ながらないわけですよね。ゼロリスクというものがこのようにない以上は、やっぱりこの、どっかで決断をして、そしてもう科学的にはもうほとんど、科学的にはもう安全だと、風評被害が発生するリスクはゼロにはできないけども、まあ世界中で行われているこの処理水の放出というのを、やっぱね、もうどっかで決断をして、だからそれはもう理解を求めていかなきゃいけない。そして 100% 全ての人が納得することはないけども、最後はどっかで決断しなきゃいけない問題なわけですよね。対案があればいいですよ。海洋汚染それ以外に、なんか他にはね、埋め立てるとか、なんか他に蒸発させるとか、宇宙に持っていくとか、対案があればいいですけども、対案もないのですね、ただ皆さんと話し合うために一旦ストップしましょうって言ったらですね、結局ストップされたらみんな期待を持つわけですよね。あ、他に方法あるんじゃないかと、海に流さなくて済むんじゃないかって思った挙句に、結局ですね、いやすいません、やっぱ流すしかありませんでした。ってなったら、それはまあとんでもない。まあ、県民はさらに傷つく。そして、この、結局、また一から話し合いする時間だけが無駄に流れていって、この処理水のタンクはどんどん増えていってですね、このタンクを、維持するのも、コストがゼロじゃありませんし、リスクもあります。大災害とか来てね、または地震なんか来て、タンクが全部割れたらですね、そっちの方が大変なわけですから、もうどんどん安全なアルプス処理をして、海に流した方が安全だっていう、こういう見方もできるわけですからね。まあ、こうしたことしなきゃいけないのに、一旦ストップ。とにかく一旦止めるんだっていうのは、私はこれ極めて無責任だと思います。対案もなく。対案があるならいいんですよ。でも、ね、話し合うってことしか対案がないんだったら、これはね、私はちょっと政権を担う覚悟としては是とできないですし、これは福島の復興の妨げになると私は思います。共産党が汚染水と呼ぶことも、枝野さんがこの処理水の放出は一旦ストップするということも、福島の復興の妨げになると思いますし、私も東北にはずっと震災のボランティアで復興支援に行っていた立場としてね、まあ、非常にこれは強く意を唱えたいというふうに思っておりますし、風評被害の拡大を防ぐためには、やはり処理水は早急に海洋放出を決断し、そして海洋放出するだけではなくてですね、東京や大阪、電力の大消費地がですね、率先して少しずつでも処理水を受け入れて、このリスクを分散させるというか、安全ですよと、安全だから我々を受け入れてるんですよということをね、全国一丸となってアピールしていくことが望ましいと思いますので、まあ、こうした建設的な改善案というのも我々日本維新の会は提案していきたいと思います。まあ、この原発問題も含めてですね、エネルギー問題というのは今回の選挙の争点です。我々原発、既存原発はフェードアウトしていくということで、自然エネルギー、再生可能エネルギーの比率は当然増やしていくわけですけども、ただ原子力というのはゼロには、原子力という技術の存在そのものは絶対なくならないわけで、次世代原子炉、既存原発ではなくて、次の世代の原子炉、小型モジュール炉、核融合炉、こうしたものについてはですね、やっぱりもう研究を重ねていって、実用化のめどをつけていかなきゃいけないわけですから、で、その次のステップに進むためにもね、やっぱこの福島の問題というのは、一つ一つ解決していかなきゃいけないわけですから、いつまでも先送りをして、住民の方々と話し合っていれば、前には進めるものではありませんので、ここをしっかりと前に進めて、次のエネルギー問題、脱炭素というのを原発なしで、もう次世代原発も含めて、まあ、既存原発も何でしょう、もう即時ゼロなんていうのも現実的じゃありませんし、次世代原子炉、次の世代の原子炉の可能性を全て捨てて脱炭素であるというのも私は非現実的だと思ってますので、まあ、こうしたエネルギー政策についてもしっかりと対案を出してですね、議論を重ねて、この日本維新の会の政策を訴えてまいりたいと思います。今日で選挙戦2日目です。期日前投票も今日から始まりました。ぜひ皆さん投票所に行けるときに行っていただいて、1枚目の投票用紙には日本維新の会の候補者がいるところは日本維新の会の候補者名を、2枚目の投票用紙、これは比例の投票用紙、どこでもね維新って書けますから、2枚目の投票用紙には日本維新の会維新と書いていただくようお願いいたしまして、そしてこの YouTube もチャンネル登録やコメント高評価での応援をお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきます。それではまた明日も頑張ります。さよなら。おやすみなさい。